はようございます。ジャパニーズポーターの野坂健三です。ただいま羽田空港います。長崎県に牧歌の仕事をしに行きます。ちょっと何を運ぶかとか何をするかっていうのはちょっとあんまり俺もまだ分かってないんですけど、ちょっと牧歌の仕事があるので、それをまあ3週間ぐらいやりに行こうかなと思ってます。ただどんぐらいねカメラ回せるかちょっと分かんないんで、まあ健三の旅記録って感じになるかな。ちょっとどんな感じになるか分かりませんが、とりあえずカメラを回し始めてみました。なんで何か面白いものだったり、まあ、俺も長崎に行ったことがないんでね、フレッシュな新鮮なものばっかだと思うんで、そういうのをこのリアルな感動とフレッシュな世界を一緒にこうお届けできたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ちょっと行ってきます。一瞬でした。晴れてる。ちょっと小浜まで向かいます。めちゃくちゃ腹減ってて、でもバスだと思って、バスの時間がと思って急いでたんだけど、乗り込んだバス違ってまだ全然時間がありました。なのでこれちょっとのんびりします。
からこう久しぶりに飛行機乗って違う地に来てめちゃワクワクする。めちゃワクワクするよ。やっぱ旅だな。俺は旅が好きだ。まあ、みんな好きか。みんな好きだな。いつもこう雪山があるところに向かってこう移動するから、こう雪山がないところってなかなか選択肢にこうなくて、今回のこの機会は嬉しいね。かなりなんか未知のところに来た感じがするね。未知との遭遇していきたいですね。今回行くところは、オハム、雲仙市っていうところで、雲仙岳っていう火山があるみたいです。なんか聞いたことあるぐらいでした、私は。こんなのんびりしてるけど、これでマジバス逃したらちょっと行けんので。着きました。ご飯です。イエス。長かった。ずっと本読んでました。これか。このホテル、いいね、あったかいね。そして綺麗だ。とりあえずすぐと一息つこうかな。着いたー。すげー、気持ちいいね。ここかな。で一息です。着きました。宿到着しました。すげえ。はい、この男星ひろきです。こんにちは。何回目だ。2回目の出演かも。お、2回目っすね。なんか前オゼボッカやった時に、そうなんだ、その時に撮ってもらってあります。特にこれは星弘樹です。よろしくお願いします。ここから一緒に長崎やっていきます。長崎撮り出張ライフなんですけど、牧歌中の、撮影の許可はおりませんでした。なのでもう旅の記録になります。どうぞどうぞお楽しみください。仕事後の仕事後の全部カットになっていくと思います。僕らの宿です。飯ついてないんで作ります。ちょっと散らかってますが包丁買ってきました。今日から自炊ライフ。今日から自炊ライフです。やってきます。こんな感じで部屋はすごい快適。よし、外半端じゃない。ちょっと半端じゃないです。あー、じゃあこんな感じで何週間やっていくんでよろしくお願いします。はい、で乾杯。はい、じゃあとりあえず移動お疲れした。取り付いたってこと。乾杯。乾杯。作ります。サラトロ、これサラ。本日は鍋作ります。100均で買ってきたナイフと100均で買ってきた鍋敷きがまな板になりました。
床とかでやってんのはもう何も突っ込まないでください。生姜、ニンニク、生姜、ニンニク入りました。人参やな。そう、飛行機で来たのでこういうものとかは持ってこれなかったんです。唯一持ってきたもの、鍋。すでに美味しそう。もうこういうのはいろんなとこでキャンプライフとかしてきたあれがサバイブ能力がいきますね。で、機械2個も臭いまで。弁当毎日これちょっと無理だなって。弁当は無理だよね。まあ、コンビニ弁当じゃないといえども、ちょっと野菜食わない。栄養が取れない。いいね。リッチな、リッチじゃないけどこのいやホテル住まいみたいなしながらキャンピングスタイルみたいな、めっちゃいいね。地べたで机も使わねえで。じゃじゃん。おい。本日の具材、玉ねぎ、人参、ごぼう、豆腐。と。白菜。きのこ。よし。完成です。こういうスタイル。でも部屋に治水のやつがあってよかった。作ってます。こんな感じです。豆腐です。最後は出るかな。ポワッていっていいかな。いや、これ無理じゃない。ウケあ、やばい。一気に入れなきゃよかったね。ちょっと割る。ちょっと抜く。第2弾だね。よし、完成です。できました。シェフの本日の、いやエンジョイライフ、ここでも役立ちます。エンジョイライフ、エンジョイライフ。本来鍋式なんでね。あ、ですね。よし、食べよう。